中刑事サリバン、ネクストジェネレーション。ネオマドのスパイが入り込み、調べを進めた結果、一人の刑事が浮かび上がった。動かないで。カリスマ犯罪組織の真似をするコピーキャットの可能性があります。ガキや女を誘拐しまくりゃ、不死身の兵士が大量生産できるぜ。セクション宇宙刑事シャリバン、フィーニッシュ宇宙刑事エッドバン。我々が踏み込んだ時、ライダーは不自然なぐらい動揺していなかった。操作情報が漏れていたのではないでしょうか。アイリーン、妙な動きするな。宇宙刑事ってなんだ。今のままではお前たちは本当の意味での宇宙刑事にはなれない。この3だってことだ。本当のスパイはまさか。テキサス星宇宙刑事サリバン、10月10日発売。